はい、いつもございます。タカです。今回なんですけども、今回ね、8月に買って良かったものを紹介していこうかなと思います。まあ、ルアーとか一応あるんですけど、まあ、例えば、ちょっと前に出した GI だったりとか、昨日出したブラストボーンジュニアだったりとか、まあそういうね、ちょっとレアリティが高いものというか、ルアージャンルっていうのもあるんですけど、まああれはね、僕が買ってみて、今後買う方とか、検討されてる方、買った方がね、どのようにこう、ちょっと感じてとか、使う幅がちょっとでも広がればいいなって形でね、まあ、購入させてもらったりとかもしてる部分ではあるんです。もちろんね、自分が使うっていう意味でもそうなんですけども、まあそれ以外にね、小物だったりとか、あとルアーでも、まあ、従来そのあるもので、これすごい良かったよってものとかね、あとはその辺をね、ちょっと含めて、今回7つね、紹介していこうと思います。もちろんね、なんか気になってたものがもしかしたらあるかもしれないし、いや、こういうのあったんだみたいなね、ちょっとしたこうなんか、あ、これ買ってみようかなとか、ちょっと思うものがね、一つでもあればね、僕としては嬉しいです。このいう企画毎月やってないんですけど、過去にもね、買ってよかったものって形でやってるので、ぜひね、そちら見ていただければ、あ、こんなものあったんだとかね、何か少しでも参考になるかなと思います。バスジャパンチャンネルでは各種ルアーの使い方とかね、こういう新製品の紹介とか、こういうちょっと雑学だったりとかね、その他もろもろいろんなバス釣り関係の動画をね、毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。ちなみにベルマークをしておくと通知が来るようになるんで、もしその時見れなくても、後からね、こう、また見てみようかなっていう方もね、見つけやすくなってるので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではね、早速ね、一つずつ紹介していこうと思います。はい、まず一つ目ですね。はい、こちらもね、動画で紹介したんですけど、こちら、はい、タックルになります。はい。ブレイゾンのね、1610C610MH ですね。前回、ちょっとここにちょうどあるんですけども、これね、はい。この竿、バンディエラっていう竿ですね。これのガイドがぶっ飛っちゃって、ちょっとこれ今後直そうかなと思ってます。まあ自分でちょっと直すのもやったことないんで、それもやってみたいのと、あとはお店にお願いしたりとか、まあそういう形でちょっと直そうとは思ってます。結局使い勝手というか、この竿は竿ですごいやっぱ良かったし、いざこっちに乗り換えてみた時に、ああ、そこ欲しかったなってところも正直あります。はい。なんでね、そんな感じなんですけども、今回ね、こちらそれを買った時に乗り換えたのがこのダイワのブレイゾンですね。バーサタイルロッドして今使ってます。今ちょっとアンサーがついてますけど、これもね、実調動画っていう結構コメントいただけるんで、今ちょっと使ってる最中という形でね、まあ使わせていただいてるんですけど、結構ちゃんとした竿ではありました。ただ、使ってる感じ、その、汎用性非常に高いなと。まあ、いい意味でも悪い意味でも癖がないというか、まあそんな感じかなと思います。まあゾディアスでもね、結構いいとは思うんですけど、この見た目がね、いいですよね。ね、カーボンモノコック入ってたりとかね、このアンタレストのなんか、他社メーカーですけど、見た目がかっこいいとか、まあそういうところもね、結構大事なんで、これは非常に良かったと思います。で、視聴者の方でね、H 買ってすごい良かったっていう方もおられますし、まあね、これ非常にもしエントリーモデルとか、これから竿ちょっと新しくしたいとか、新しい番手の竿が欲しいとかいうんだったら非常におすすめなので、もちろんね、他の番手の方も、使われてる方とかの意見とか聞かせてもらったんですけど、まあ非常にいいと。まあその負荷もなく、もちろんね、もっと特化していいものっていっぱいあると思うんですけど、それはそっちの方がいろんな用途で使えるし、よりこう突き詰めていけるんですけど、とりあえず持っときたいという場合は、このね、ブレイズは非常におすすめだったなと思います。これはね、8月買って、まあ、良かった。悪かった点があんまないかな。ただね、まだちょっと使い切れてないというか、まだまだちょっと自分の中でもこう手に収めきれてない、まあ、19アンダーも含むんですけど、このトータルでまだまだ使い込みがまだ足りないなと思うので、今後もね、まだ使っていく上でレビューとかもしていこうかなと思います。はい。まず一つ目はね、こちらね、1610MH のね、ブレイゾンでした。はい。次がね、こちら。こちらです。はい。はい。変更グラスですね。はい、いや、変更グラス持ってたじゃないかって言ったんですけど、オークリーのね、ホルブルックっていう方のレンズをね、前回のね、7月、6月ちょっと忘れましたけど、前回買ってよかったってことでレンズを交換した動画があったんですけれども、交換したものすごい良かったよっていうのを紹介させていただいたんですけど、あれがね、落としちゃったんですよ。落水しちゃってね、ちょうどね、何を思ったのか、まあ、普通にこう多分ちょっとローライトだったんですよね。で、つけてて、帽子にこういう感じでつけてたら、釣りしてて、なんかこうちょっと動き込んだのかな。で、気づいたらポロンと落ちて、ボチャンみたいな。あーと思って、回収しようと思って、網出してる瞬間にちょっとこう沈んでいっちゃって。お釈迦です。まあ、シャローなんでね、最悪今ちょっと減衰時期なんで、減衰したら回収できるかなと思うけど、はい。でね、これね、別に型はね、結構そっくりなんですよ。オープンのホルブルックと。ただこれ釣り具屋で買ったやつです。2000円ぐらい。めちゃめちゃ安い変更レンズですね。はい。で、これ何がいいって、すごいビロビロなんですよ。これ、わかりますか？柔らかい。こことかもすごい曲がる。で、いろいろちょっとかけて試してみた結果、僕頭でかいんで、ちょっと大きめの方がいいなと思って買ったんですけども、非常にね、フィット感バッチリな感じです。まあ見た目もかっこいいし、ただ、やっぱり変更レンズとしての質というか、そういう部分では前回使ってたオークリーの方が、良かったかなと思います。なんでね、偏光グラス本当に非常に大事だし、別に眩しいとかそういうだけじゃなくて、地形変化とかね、沈み物だったりとか、いろんなのを見る上で非常に大事だなと思うんで、今後はね、多分新しいのに変えようと思って、まあ代用としてちょっと買ってみたんですけど、意外とね、全然これ2000円でいいなと思います。なんで、ね、偏光レンズ持ってない方とか、サングラス使ってないんだよっていう方とかね、普通の偏光じゃないんだよって方はね、これ2000円でも全然ね、やっぱり普通のサングラスに比べてというか、裸眼に比べてね、非常に効果的というか、釣りする上で非常に大事になってくるなと思います。で、ここからね、夏というか秋にかけてどんどんこう水質がクリアアップしていく時期でもある。まあちょっと早いですけどね、まあ、10月、11月ぐらいにクリアアップしてくると、水中の中とか、もし魚が目の前にいたりとかしても、気づかないうちに逃げてしまったりとかね、そういうことが多々あるので、まあ、偏光グラス検討されてて、ちょっと試しでね、高いのはいきなり買えないって人は、これちょっと実際に試していただけたらいいかなと思う。メーカーがね、ちょっと謎です。すみません。ちょっと調べておきますけど、まあとりあえず釣り具屋でかけてみて、このタイプ。ビロビロのタイプで軽くて、偏光レンズ効いてるって感じですね。のを買っていただけても全然問題ないかなと思います。なんでね、安いものでも、まあ、とりあえずはしのげるかなと思います。はい。これはね、個人的に8月買ってよかったものに、はい、入るかなと思います。はい。で、次行こうと思います。はい。で、次はね、次こちら。はい。流儀の R タンクかな。もうちっちゃいやつかな。はい。これね、実は持ってたんですけれども、1個壊れちゃって、割れちゃってね、なんか踏んだか何か潰されて割れちゃったんですけど、これやっぱ非常に便利だなと思います。まあ開けてみるとね、こんな感じ。もうちょっと使った形跡はあるんですけれども、要するにこのパッキンが入ってるので、しっかり密閉されますよね。で、これ水に落としても水中の中にこう入らなかったりとか、すぐ回収できたりとかするので非常にいいのと、で、頑丈ですよね。まあさっき潰れたんですけど、思いっきりこうグーやっても全然潰れないし、まあサイズ的にも太さがあるんで、ビッグベイト、まあこれに、ね、長さが入らないものっていうのはちょっと難しいですけど、まあギリギリのね、中型ぐらいまで入れることができるので、例えばちょっと朝まずめとか夕まずめとか数時間だけやるよって時に、もうカバン持っていくのちょっと面倒じゃないですか。とか、まあボックス入れるの面倒し、重たいしって時は全部出して、これに使うやつだけ入れて、しまっていくと。カバンちっちゃめのものを入れていくっていうのは非常に便利だなと思いました。まあ、若干ね、ボックスとしては高めなんですけど、非常に汎用性高いし、これもね、これで使えるし、保管する上でも便利かなと思います。これはね、買ってよかったというか、まあやっぱ持っとくと結構得だなと思って。こちらね、3つ目がね、流儀の R タンクですね。はい。これ深海入れるタイプとかいろいろあるんですけど、深海のはね、正直、ちょっと厚みができるんですよ。もちろんね、すごいしっかりしてるからいいものなんですけど、まあ、進化はね、僕、バーサスの方がいいかなと思ってるんですけど、いろいろ入れれるっていう形では、流儀のタンクケースね、非常に便利だなと思いました。はい。で、次行こうと思います。はい。次はね、こちらになります。はい。ルバーですね。はい。スピナーベイト、アパッチ。はい。身分のアパッチですね。スピナーベイトも個人的に好きで、まだまだちょっと理解度も浅いかもしれないですけど、いろんなスピナーベイト使ってきた上で、これめちゃめちゃ良かったんですよ。なんていうんですかね、こう、針のデカさというか、このね、針めちゃめちゃでかいじゃないですか。まあ、例えば D ゾーンとか、僕好きな D ゾーンとか、まあ、レベルスピンとかあるんですけど、細くて、ちっちゃいのがついてることで、まあ、どうしてもトレーラーフック絶対つけないといけないじゃないですか。だけど、これってこんだけでかいんで、腹筋もしっかり決まってくれる、この大きさで。で、これがあることは何がいいかって、カバーに当てれるんですよね。要するにすごいこう、オダが入ってると、オダじゃないか、木が入ってるところに対して、スピナーベイトを通してくるんであれば、正直トレーラーフックついてると当てちゃうとね、平打ってガツッとかかってもおしまいみたいな、結構やっぱ多いんですよね。で、よりやっぱカバーにタイトにしたりとか、まあ今の時期ね、まあだいぶ濁り取れてきてますけど、ガツンと濁った時によりタイトに寄せてきて、その当てた時の跳ね返りで、リアクション要素も持たせたい時に、やっぱりね、カバー攻めれるというか、しっかり寄せていけるスピナーベイト欲しいなと思ってたんですよ。で、いろいろね、こう調べた結果、このアパッチ非常にいいなと思って買ってみた。まあ中古でね、これ買ったんですけども、まあ非常にね、そういうところに関してはもうピカイチかなと思います。で、ちょうど今これコロラドのね、腕がついてるけど、インディアンの方も1個買って、まだちょっとあんま使えてないんですけど、非常にタイトかつ攻めきれるっていうもの。で、トレーラーフック必要ないってことでね、その分コストもね、削減できるし、で、アームもね、しっかり強いものがついてますから、結構耐久性も高いんじゃないかなと思います。で、巻き加減とかもね、非常に巻きやすいし、非常にレンジのコントロールというか、その使い勝手の良さに関しても非常にバランスいいかなと思います。なので、よりカバーに寄せて、例えばスピナーベイトの根がかりが多いって、結構ね、僕もご質問いただくんですよ。スピナーベイトの根がかり多いんですよ。どうしたらいいですかみたいな感じなんですけど、まあ、例えばね、D ゾーンとか、そういうちょっとパワーが強いものというか、しっかりこう、フラッシングで寄せてくる、まあ大体スピナーベイトはそうなんですけど、そういうのってこう、もうカバー寄せすぎちゃうと根がかっちゃうんで、ちょっと離れ気味で寄せる気持ちで巻いてくればまあ大丈夫じゃないですかみたいな感じで言ってたんですけど、でもやっぱりそれでも気づいてくれないケースってあるので、でそういう時にタイトに攻めれるっていう形で、このね、フックの大きさって多分あんまない、まあアメリカンルアーとか結構あるかもしれないですけど、今現存する日本のもので、これだけ大きい針がついたものでしっかりしたものってのはあまりないので、まあ非常にね、個人的にはこれないとちょっと困るなっていう感じのスピナーベイトですね。まあ、8月に買って良かったものの中ではこれアパッチ、はい、おすすめです。はい、じゃあ次行こうと思います。はい、次はね、こちらです。はい、じゃん。第一セイコーのね、ラインカッターとリールホルダーですね。これじゃあ別売りなんですけども、最初こっち買ったんですよ、これ。ラインカッターがね、もうなんかボコボコになっちゃって、つけるところもなくなったんで、正直ハサミとかも入れたくなかったんで、ラインカッター欲しいなと思ってて、第一成功では間違いないなと思ってね、買いました。はい。これね、やっぱ穴が開いてることで非常に持ちやすいってことなんですけど、その辺はね、別にとりあえず使う分で問題ないかなと思います。ただ、良かったのはこっち。第一成功のリールですね。これAmazon とかで普通に売ってるんですけども、普通にこういうタイプですよね。これね、もう100均でいいかなと思ったんですよ、正直。このリールタイプって安いんで。いいかなと思ったけど、これね、何がいいのかって小物ケースついてるんですよ、ここに。これ。これがね、非常に便利。はい。例えば、猫リグしてたとか、何かしらネイルシンカー入れてて、もうちぎれちゃって、変えようと思ってネイルシンカー抜いたけど、置く場所に困るって結構ないですか？そういう時に、ここに入れといてあげるとか、何かちっちゃい細かいものを、ちょっともうポケットに入れてると、なくなっちゃう可能性があるってものをここにね、入れておくとか。先に入れておくってもですよね。そういう釣りをするんであれば、ネイルシンカーここにもすでに入れておくとかね、することもできるので、非常に便利かなと思います。なので、2役役立ってくれます。なんで、ちょっとね、これその100均よりもちろん高いんですけれども、このね、小物ケースって非常に便利だなと思います。後で片付けるのも楽ですしね。釣りしてて一時ボックスにしまうより、このついてるね、ぶら下げてて、ここに入れておいて、後で回収するっても非常にいいかなと思います。もちろんリールもしっかり伸びるので、これラインカットもできるし、非常に便利だなと思います。第一セイコーの製品って本当になんか釣りのメーカーというか釣りの小物としては便利なので、おすすめかなと思います。はい。で、次行こうと思います。はい。次はね、こちらです。キャンプかよみたいなね、感じですけど、キャンプもね、たまにするんですけど、焚き火とかね。はい。という感じで、これランタンですね。はい。車内がね、僕暗いんですよ、乗ってる車の。トランクが暗くて、どうしても朝まずめとかね、暗いところでタックル準備するときに、あれどこに行ったんだろうとか、携帯で照らしたりするとすごいめんどくさいじゃないですか。なので、ランタンね、実はこれ昔持ってたんですよ、普通のやつを。持ってたけど、電池変えるのめんどくさいし、車内に置いとくのも嫌だなってことで、これを買ったんですけど、これね、Amazon でね、安くあります。で、これね、USB バッテリーなんですよね。充電式。なので、家で充電しておけば問題ないし、もし外出先で切れたら、モバイルバッテリーとかで挿してあげれば使えるので。で、これね、もう本当に明るさも相当明るいですよ。これちょっとわかんないですかね。今これちょうど電池切れかけだったら赤色になります。ちょっとわかりにくいですかね、これ。こういうね、暖色にも切り替えられるし、で、こういうね、点滅とか、これはSOS みたいな感じですけど、はい。こんな感じでね、こう、ライトとして使えるってことですね。朝まずめ、夕まずめとか。重さに関してもそんなめちゃめちゃ重たいわけじゃないので、例えば、ちょっと外でやるときとか、ぶら下げておく、置いておくってことで非常に便利かなと思って、これ8月になって非常に便利だったものです。はい。じゃあ次ね、最後かな。はい。最後ですね。最後いこうと思います。はい。最後はね、ちょっと大きいんですけど、こちら。はい。でかい。カッパですね。はい。これね、ワークマンです。はい。カッパってね、正直釣り具メーカーとかいっぱい出てますよね。で、僕、レイド好きなんで、レイドのやつ欲しいなと思ったけど、レイドクソ高いというか、普通の値段ぐらいするんですよね。その釣り具メーカーのカッパとか、レインコートみたいな感じでね。で、いや、そこまで僕は金出せないよと思って、買ったのが、ワークマンのね、やつですね。なんていうメーカーになるのかな。とりあえずこれ、あれですね。ワークマンで買ってる2000円、1980円ぐらいのプロテクトのやつですね。正直ね、ゴワゴワはするんですよ。ただ、すごいね、これで別に雨が侵入してくることもなくて、中もね、こういうメッシュ素材が入ってるので、暑さもちょっと逃がしてくれる。夏の時期ね、やっぱ雨釣りすると、レインコート着ないと暑いし、でもしんどいなって時、やっぱあると思うんですよね。かといってレインコートわざわざお金をすごいかけるのはなかなか難しいって方も多いと思うので、やっぱワークマンね、いろいろ試してみたんですよ。で、セットでね、ストレッチ生地入ったものとかもいいんですけども、上だけね、これをね、1980円のものに変えてあげて、下をちょっと別のね、ものしてるんですけれども、これ上だけでも着てれば、とりあえずはしのげるんじゃないかなと思って買いました。非常に便利ですね。1980円ぐらいの、こういうね、耐水圧とかしっかりしてくれるものっていうのがあれば、ワークマンで十分だと僕は個人的には思ってます。はい。はい、これがね、最後、カッパでした。はい、じゃあ今回ね、こちら8月に買って良かったものを紹介してきました。ちょっとなんか映えるものがなかったですけど、まあでもね、個人的にこれはこう買って良かったなって後悔しなかったなって、値段以上の価値があったなっていうものをね、紹介してきました。小物っていうのは釣りをね、こうやっぱ快適にしてくれるものが多いので、でさっきのね、まあ、スピナーベイトとかもそうですけれども、まあこれもそうですよね。快適にしてくれるっていう意味では間違いではないと思うので、まあそういった形でね、いろんなものあると思うので、ぜひですね、皆さん、これちょっと気になってたとか、あ、これあったらいいんじゃないかなっていうのは少し一つでもね、あればね、僕としては嬉しいです。またね、これ来月というか、まあ、このなんか、買ったタイミングでいいものがあれば紹介できたらなと思うので、ぜひぜひまた見てやってください。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。